埼玉県栄大宮公園野球場は埼玉県埼玉市大宮区の大宮公園内にある野球場。埼玉西武ライオンズの純本拠地。施設は埼玉県が所有し埼玉県公園緑地協会が運営管理を行っている。1979年頃の大宮公園。中央の森が氷川神社の森と大宮公園で、 大宮競輪場とサッカー場の中間に位置するのが、県営大宮球場。その右隣が当時あった、南式用の第二野球場1934年4月1日、完成。同年秋には完成記念試合として、日米野球が開催された。会場以来高校野球、社会人野球など、アマチュア野球公式戦が行われており、これら大会の主会場としても使用されている。 またかつては、プロ野球公式戦が1948年から1955年まで、年1から4回開催され、1954年から1967年までは、国鉄スワローズの二軍本拠地球場として使用された。その後もイースタンリーグ公式戦が年1から2回、開催されていた。しかし九百八十年代後半まではフィールドが、両翼九十メートル、 中堅105メートルと、境愛な上、老朽化が著しく進行していた影響で、特に全国高等学校野球選手権の埼玉大会においては、県内の参加校数の急増に対応しきれなくなり、開会式を行うのが困難になったため、1981年からは、開会式と開幕一試合目を、セ武ブライオンズ球場で行った。さらに、 翌1982年からは準々決勝以降の試合も西部球場で行われるようになり、この措置は1991年まで続けられた。大宮公園野球場の老朽化が進んだことから、埼玉県高等学校野球連盟をはじめとする県内のアマチュア野球団体等は県に対し、新しい県営野球場の建設を要請。 これを受けて県は新球場の整備計画をまとめ、大宮第二公園南側の用地を取得。プロ野球一軍公式戦開催を想定し、全面人工芝のフィールド、最大2000ルクスクラスの照度を確保できる、照明設備、3万人収容のスタンドを設けるなど、具体的な設計案が立案され、1988年の完成を目指して計画が進められた。ところが、 その後、一部地権者との売買交渉が頓挫し、野球場建設に必要な面積を確保できなくなったことから、結局移転新築は断念せざるを得なくなり、旧野球場を一旦撤去して改築する方針に転換。1989年の秋から1992年の春にかけて全面改築事業が行われ、同年7月14日から、 再び共用を開始した。改築後は、プロ野球公式戦開催企画を充足する両翼99メートル、中堅122メートルとなり、6機の照明灯と、磁気反転式スコアボードが設けられた。なお、改築後は、プロ野球の一軍公式戦は行われていなかったが、埼玉県をフランチャイズとする埼玉西部ライオンズの地域密着活動の一環として2008年より、 開催されることとなった。毎年3試合程度埼玉西部ライオンズの主催試合が行われている。また、2015年にベースボールチャレンジリーグに加盟した武蔵ヒートベアーズが最初の年度に公式戦2試合を開催したが、2016年は実施がなかった。2017年は2年ぶりに2試合が開催された。2018年は1試合が予定されていたが、雨天中止となり、 球場に振り返られた埼玉武蔵ヒートベアーズに名前が変わった2019年は2試合が実施された。埼玉アストラヤも主催試合の一球場として使用している。大宮公園は埼玉県最初の県営公園。このうち東側が運動公園として整備されており、野球場の北隣に大宮競輪場、南隣に大宮公園サッカー場がある。 2019年に最終案が公表された大宮公園の再整備プラン大宮公園グランドデザインによれば今後球場、競輪場、サッカー場の3施設は撤去されレクリエーションスポーツの広場となり球場等は別の場所に移転することが示唆された。また同年に知事に就任した大野勘優は知事選でこのプランを元にした。 大宮スーパーボールパーク構想を公約として掲げており、当選後にこれを推進することを明らかにしている。なお、近くにある大宮第二公園に近接して、埼玉市が管理する大和田公園があり、同公園内には埼玉市営大宮球場がある。現在、埼玉県は施設管理の収支改善を目的に、 外野スタンドの改修、フェンスへの太平広告による広告掲出を検討している。ただし、後日のプロ野球開催日に限って、外野、ポール際に一枚ずつ、メットライフドームで掲出されている企業の広告が貼り付けられている。内野スタンド2009年までのスコアボードの使用では、選手名表示部は文字数が三文字に限られており、戦術の西部対ロッテの試合では、 西部は、ブラゼ、ボカチ、ジージー、グラマ、ロッテは、サブロ、ズレー、大手、シコーと表示。2008年クライマックスシリーズ、2009年8月4日の日本ハム戦では、スレジと表示。2009年の交流戦においても、中日は、ブラン、デラロなど、中途半端な状態で表示された。また審判員も、外野の先進を表示する欄がなく、 戦術のクライマックスシリーズでは、先進の名前が表示されなかった。しかし、スコアボード回収への要望が非常に強かったことから、埼玉県では2009年のシーズンオフに、総工費2億円を投入して、全面回収を行った。この回収により得点表示部と、選手、審判員名は LED 式になり、6文字までの表示が可能となり、 スピード測定器による急速表示も新設された。サービスエリアはフルカラーの映像装置を新設して映像による様々な演出やリプレイ映像を流せるようになる。またカウント表示が2010年からのコール順変更に対応して微素表記となる。2010年5月18日の試合ではブラウン、シコスキー、デントナ、ガイエルがきちんと表示された。 なお西部主催のプロ公式戦でのダッグアウトは三塁側を、ホームの西部が、一塁側を、相手球団が使用する。西部ドーム、大宮以外での開催ではどちらを、ホームベンチとするかは明確な決まりはないが、現時点で、埼玉県外の主催試合で三塁側を、ホームベンチとして使用した例はない。放送席の高校野球開催時の席割は、出合順に三塁側から、 NHK テレビ、NHK 埼玉 FM、テレビ埼玉となっている。ありがとうございます。